ごいこれ。見てこの。あ、これ、うん、あ、でもこれあれか、なんかこういう植木鉢みたいな。そうそうそう。しまってる。椅子が気になる。あ、この子のまたどこに置くんだ。これうちにあるのと一緒だね。あ、本当だ。これ便利だよね、高さが変えられて。すんごい家具がいっぱいある、こういう時に家具を買う。ここら辺は家具ゾーンだよね、うん、こういう椅子もいいけど、うん、鍋がすごい、ちょっと6升が出ちゃってるけど、すごくない？鍋。この椅子も可愛いよ。まあ、でもちょっと座面が色がかすれすぎかしらね。大きいかな座面が。そっか。大ぶりすぎる。もも。スーさんはピッキーだからね。さっきのあれがすごい質問だよね。わかる。あれ良かったよね。あれ良かった。120は結構高いから。120はなかなか高いね。まあ、でも家具いいやつそんなレベルじゃないから。これ25ユーロ。でもなんか中途半端なもん買うんだったらがっつり出した方がいい。そうね、うん、わあ、またあれがある。ここもかわいいよね。まあ、でもちょっとキッチン、もうちょっと花っぽいやつが繊細なのがいいんだな。あ、さっきのおじさんの方式もこれとか素敵だね、見て。ほら、イニシャル入ってるよ。フランスはトマスさん。あ、本当だ、かわいいね。なんだろう。これでしょ。ちょっとしたもの。かわいい。かわいくない？うん。いくらだろう。誰だろう。マダム、ゼットプレテン。パルゴ。C'est très joli. C'est quelque chose d'ancien? Ah bah oui, c'est très ancien ça. Ouais, c'est très joli. C'est très joli. C'est pour quoi exactement? Bien souvent, ils appellent ça pour, pour mettre les pieds, repose-pieds. Ah, d'accord. Ou alors, maintenant, moi, chez moi, ce que je fais, je mets des plantes vertes. Ah oui, oui. Ouais, c'est ouais, beaucoup ouais. plus joli, mais ça ne repose pas par terre. D'accord, moi, ouais. Moi, je mets des plantes. Ouais, je comprends. Oui, on est là. 20. 15 inch. Ouais, très très beau. Est-ce qu'on peut acheter 15? C'est possible, 15. Ok, merci. Parfait, merci. Ok. Merci beaucoup, madame. Merci, bonne journée. Au revoir. すごいね、プーさん。今日はなんか目利きさんだわよ。こういうことだよね。うん、かわいいこれ。15なら安いし。うん。足置くんだね。すごいなぁ、なんかなぁ。そうなのよ。あ、ね、つーさん。見て、めっちゃちっちゃいコーヒーのやつ。かわいい。なにこれ。ほら。ちっちゃい。ちっちゃい、これかわいい。なにこれ。でもちょっとしか入んないだろう。うん、そう。一人分。あ、でもちょうど二人だからちょうどいいんだよ。もう一人分。あそこは一人だって、ほら、だってこんだけしか入んないもん、コーヒーが。本当だ、かわいい。これ何これ。こういうのもあるよ。あ、ほら。あ、でもそれは別に一般じゃん。あ、そう。これはしごほら60ユーロだって。60？ うん、まあ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 、こういうのあると撮影に便利だし。なんか向こうにも椅子がいっぱいある。そうなの。でもね、ちょっと新しいっぽいね。古くはなさそうっぽい。あとこういうのもさ、結構なんか植木とか入れると可愛かったですよ ね。 ね、ブラッセリー、
でもきっと高いんだな。なんかすごいまた買いそうな感じのものが大物は結構大丈夫。どの椅子？あ、そう？これ45ピースだって。これ安いじゃん、45。うち80で買ったの。椅子も買う？まあいいんだけど、でもさっきの椅子の方が、スツールの方が俺的には。そう。さっきのスツールの方が可愛かった。確かに。確かに可愛かった。ここんちはさ、つーさん、うん、コーヒーメーカーがいっぱいある。そうで、でも俺このちっちゃいのに心惹かれてしまうんだけど、可愛くないこれ。うん、でも一人用使えないのかな。一人用ちょっとね、やっぱ使いにくいね。こう、だんだん使わなくなっちゃいそうな気がする。これはいくらって書いてあるの？見えない。もうカメラで見ても分からない。牛佐世保宮さん、そばだけはみんな120、ね、椅子は120という決まりがある。よいしょ。あれ見て、ツーさんが好きな瓶があるよ。あ、でもなんか風水的にさ、空の瓶がダメだっていうところでなかなか買いづらい。なんかクジャクの羽とか刺しとけばいいんじゃない？あ、ツーさん見て、こんなんもあるよ。でも高すぎるうん、すごい。なんかいろんな虫の、あの針が売ってる。ほら、魚のさ、釣りのルアー、ね、ルアーっていうの、うん、多分ルアーじゃないかな。ルアーってこうやってやるやつかと思ってた、うん、すごいね、うん、すごい。何でもコレクションしてる人がいるから面白いね。ムッシュがものすごい。ムッシュねえ、プーさん、このクマがかわいい。あ、パンツ履いてんの。同じこと私も思った。つーさん、また椅子あるよ。でもまあさっきのが可愛い。あ、つーさん他にもあるよ。でもこれっちの方が高いわ。あ、またトラバイユーズ発見。これかわいいね。道路差し口があれになってない。でもこれだと上のアイビーに刺さって、そんなにパってもしょうがないんだな。すごい、みんないろんなディスカッションが行われている。このお鍋かわいいね。なんかこの手が本当だね、なんか変わってる。洗いにくいけどどこのもんなんだろう。ダンスクだって。へー、うん、ホーロー。ダンスクなんだ。あ、猫がいる。ツーさん見て、黒猫ちゃん。黒猫や何をしてるんだ。ここんちの猫だういで、ツーさん、またこういうの売ってる。あ、本当だ。サーキルに自分の家を買ったやつも可愛い。そうね、足置きはこういうデザインなんだね。これも足置きなんじゃない。だからいろいろみんな足を置く。ほら、またカゴ、絶対カゴ行くと思う。このフォードナム&メイソンの入れ物が超かわいい。これ逆にそれ使えそう。
うん、でも高いと思う、すごい。高そうだったらフォードマンメイソンで買えばいいんじゃないか。ボンジョーム、セタブラルルギスタブン、ウェイ。C'est, ça fait combien ça? 50 euros je le vends. 50? C'est, ça vient de Fontenay Maison, ouais, c'est ça? Ouais. C'est une malle à pique-nique. Ah, bon, un pique-nique. Ah, pique-nique. Et... Mais c'est joli. Ouais, c'est sympa. Ouais. Vous mettez un petit plaid, 4 assiettes. 4 ouais, plaids, mais on est que 2 personnes, donc ah bah, peut-être. Vous mettez, vous mettez la nourriture dedans. Ouais. Ouais, c'est vrai. かわいい。別にピクニック行かなくてもこう。ピクニックじゃなくて物の収納にかわいいな。Il est bon état, il est super bon état. Ouais. Tu vas regarder dessous? Ouais. Ah oui, c'est pas. Il est super bien. C'est pas abîmé. Non, c'est une petite malle, c'est une petite malle à pique-nique en fait. かわいい。ちゃんと洗えば。どう？いくらってだけ？まあ50でしょ。うん、これ安いよね。50は安い。でも、分かんない。でもこれさ、何をどうするのかって。なんか、そう、そう。何に使うかな。いや、多分収納でしょ。そうそうそう。でもどこに置くか。うちもさ、うん、っていう話なんだ。そうなんだよね。あ、可愛い犬が。ルシアンだ。本当だ。おお、トミニョン。あ？どうしようか。お、ね、買う気満々なんで。いや、考えようか。On va réfléchir. Ouais, on va réfléchir. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Fou-san, on est tous les mêmes trucs. Ah, c'est quoi, c'est la même chose? Elles sont belles, hein? Oui. Nickel. Ouais, c'est, on a déjà une chose. Oui. Mais c'est combien, ça? C'est 200 euros la paire. Ah, ouais. Ils sont d'accord. La paire. Oui. Ah, la paire. J'en ai encore 4. Ah, oui. Non, mais... Mais c'est quoi, c'est ça, non? 同じのじゃなくていいか。うん。だって2脚買えないしね。うん、まあいいか。おい。あ、めプーさん。これもあるよ。またね。セラメムマック。No, no, no, no. C'est du canage en plastique. Ah oui, OK. OK. まあ、merci. そっか。そうだね、これ買った方がいいんだけどさ、壊れたからね。壊れたからさ、わかる。やっぱなんかちょっと繊細よね、うん、かなり繊細ね。すごくない、このこれを持ってくるところが。あ、本当だ、すごいね。すごい。これはここの店のものじゃないよね。ここ違うでしょ、歴史館とかに。もうパリは人もうすごいね。うん、もう完全に。あ、すごい、なんか、あ、こんな。いろんなものが売ってるの。すごい、やっぱりなんか英語とかがいっぱい聞こえる。ヨーロッパからいっぱい人が来てるね。見て、猫。猫。あ、本当に猫ちゃん。なんだろうね、これ。いや、だからボトルでしょ。すごい不思議なボトルだね。面白い。なんか水差しとか、うん、そうね、うん。革の服を着た猫ちゃん。すごいわね。あ、プロジェクター・ドゥ・ラ・トゥール・エッフェルだったよ。昔に多分使ってたんじゃない？いや、そうみたいよ。すごいね。本当かよ。わかんないけど。見て見て、マミシ。なんか何？わかんない。花？違う。なんか灰みたいなのさ、その場所。不思議。見て、洋服とあれがセットになってる、お人形さんが。あ、こういうのもあるよ。なんかいろいろあるね、こういうのもある。あ、そう。スーさんはあれに惹かれています。椅子に惹かれています。
the fried beans that are much cheaper than the roasted ones. Roasted because we want a certain degree of roasting. なんかすごいみんながじっくり見てる、うん、すごいバッチ、あ、ここフェーブがすごい、フェーブもすごい、すごいこうマニアにはたまらないんじゃない。俺も昔こういうピンバッチいっぱい持ってたけどなんであんなピンバッチ集めてたんだろう。なんかねカバンに貼ってたもん。やだあ、ここにもさ、つーさんのお皿売ってるよ、ほら。あ、でもこれ80ユーロもする。ほら、いい買い物したよ。ここはなんか陶器のいろんなもの売ってんだね。こういうのが好きな人もいそう。なんかいろいろ買ったからもうなんか気持ちが満足してきちゃってるね。カゴも売ってる。こう皿がいろいろある。あ、やっぱ40とかするな。んこれこういうのやっぱ40とかするんだなと思って。まあ私あれ1ユーロぐらいで買ったのに。まあいいやつだったら高くてもいいんだけど、うん、なかなかビットクルニエで見つからない。見てこのさあれも可愛いね、このトーンのやつ。うん、でももういいよそんなにいっぱいあってももう置く場所がない。カゴがまたあそこにもある、うん、ダメ、もうカゴは買わないの。ん、あ、本当だ、すごいね。40ユーロだって。かわいいね。あ、次はまたさらに三面鏡まで。160ユーロもする。でもこういうの高いって聞いた。うん、こういうシュエップスのさ、入れ物みたいのが入れ物なんかにするとかわいいのね。35ユーロだって。なんかこのクマがいくつもいて可愛いんだけど、手作りかしら。コンポート探してらっしゃいますか。コンポート好きなんですね。ボンジュー。ボンジュー。うん、でもこれだとちょっとなんかつまんないね。さっきの一番最初に見たやつが一番可愛いと思う。あれもでもちょっと大ぶりだったから。そうなんだよね。まあいいんじゃない、気に入る、うん、かった。あ、マミチ見つけちゃった。でも割れてんな。あ、割れてんの。うん、これもあるよ。でも別にこれはいらないかな、うん、でもあんま状態が良くないね、うん、これだけが可愛い。ピーピース。あ、それ可愛いんじゃない。あ、でもそれでもまあ微妙に色は遠くから見ても分かったのに好きね、うん、好きなの。このお皿の柄も可愛いよね、うん、お、あ、5ユーロピエス。へー、可愛くない、ほら、うん、私すごい可愛いなと思ってたの前から。こんなのもあるぞ。これ4ユーロ、うーん、です。もう可愛いね、うん、綺麗だし、こう可愛い、うん、違う、そんな高くないよ。まあそうだけど、わかんない、向こうは気に入ったらって感じ。うん、すんごい欲しい方とは分からない。あ、そう、まあ、かわいいかなと思う。かわいいなと思うんだけど、うん、まあサイズ感的にはこっちの2つのどっちかだけど、うん、まあでもなんかパスタとか乗せた時に入るのかしら。あとなんかちょっとしたサラダ、サラダ
でもお皿だらけだからな、つい気持ちがこう。Elles sont anciennes. Ah oui, ok. Des assiettes de campagne. Ah oui, ok. Paysannes. Ah, paysannes, d'accord. Et bon, elles sont à 5 euros, je crois. Oui, 5, oui. Oui, 5 euros. Oui. Et ça, c'est un plat à légumes. Ah, c'est pour les légumes, d'accord. Un plat à légumes, donc des légumes dedans. Là, vous avez bon, un ravier, ça fait un ravier. Ah, vous avez des labiers aussi, ça? Comment? Ah, de labiers comme ça, non? Les... Labiers. En long. Ah oui, la quelque chose longue non. Je ne sais pas. Ouais, voilà, c'est, non, c'est je cherche quelque chose. D'accord, mais je cherche quelque chose d'assez petit comme ça. Non, c'est dommage, c'est très joli. Oui, ça. Oui, ça. Ok, désolé. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Atsu-san. またうちと同じやつ。完全にうちのやつじゃん。ねえ。いくらになってるの？わかんないけど。うちのやつの感じ。ねえ。このこれも綺麗。うん、そう、俺もなんかこの辺の角ちょっと気になった。うん、綺麗じゃない？この中に三角があってなんか。でもなんでこの俺ら椅子ばっかどうすんだよって話。うん、わかんない。もうわからない。まあでも椅子があんだったらやっぱあれかな、うん、今だって使いどころがすごいわかる、うん、使いどころがないと難しいね。あ、またカゴ発見。間違いない、あのカゴを手に取るあの人は。あの人は間違いなくあのカゴを手に取る。ねえ、でもダメだ、そんなんもう買っちゃダメだ。みんながすごい、クルトラがいつもカゴを取り合いしてるからもう一個買った方がいいっていう言うんだけどさ。でもどうせクルちゃんの入んなそうとしたら。そうかな。クル子はトラのそばにいたいだけなんだよ。そうなのかな。あ、なんかここ覚えてる、このお店。なんかある。なんだろう、お店。なんかこのお店かわいいって前言って、でも古くないねって言った覚えがある。え？古いものじゃないねって言った覚えがある。うん、でもなんかかわいい。綺麗だね。なんかこの、これとかもかわいいし。あ、本当だ。かわいいこれ。これミルクピッチャー。うん、かわいいよね。これはね。いくら？サルグミンヌピシェ。サルグミンヌ？うん、まあ、サルグミンヌっていう地方の名前なんだけどね。15ユーロだって。うん、まあまあまあ、でもちっちゃ、これの方が使いやすいかもよ。うん、まあ、でもお花にはね。白いのが、白いのが好きな人ね、可愛いね。白いの使いやすいからね。うん。かわいいくない？ほら、でもちょっとここが薄くないからあれかな。あ、こんなのあるよ、つるさん。重い45。綺麗だね。綺麗。なんかちょっとした。あ、本当だ、また。あ、ほらほらほら、ちょっとお高いけど、うん、まあ、でも40、まあ、ちょっとお高いわね。うん、綺麗だけどね。うん、こういうのがあるとちょっとアクセントに。そうなのよ。45か。かわいい。こういうのもかわいいね。カゴね、かわいいよ。カゴじゃなくて鳥カゴね。鳥カゴ。うん。この、これちっちゃすぎる。これは何気に可愛い。でもなんかこういうのもさ、わかる。前昔持ってたこういうの。なんかあれじゃない？あのなんだっけ、ベランダに。うん。なんかああいうさ、入れ物にほらお花とか植えると可愛いんだね。ああ確かに。素敵じゃない？ああ確かに可愛い。これは52ユーロもするけど。うん、そうなのよね。結構ここは。うん、高級店。そう、高級店。でもこういう風にすると素敵なんだという一例が見られますね。うん、そうね、一例出すね。うん、一例出すね。なんかこういうの探せばいいんじゃない？うんうん、そうね、確かに。
じゃあいいですか、うん、メッシオク。メッシオク。あ、すごいなんかゴールデンレトリバーとあの大きいの本鉄の子みたいな。すごい。おお。犬神様は。おい。ああ、ゴルゾイだっけ。と、レトリバーでしょ。え、ゴルゾイでしょ。でも、レトリバー入ってるでしょ。あ、そうなの。ゴールデンレトリバー。かわいいよ。うん、じゃあ、100になったら買おう。100にならなかったら買おう。どう？いいんじゃない、いいんじゃない、100。コンパシテ、シャ、ソン、ワグ、ソー、オーサバ、サバ、サバ。じゃあ買っちゃう。OK。買いました。はい、買いました。大物を買いました。そしてすっからかんになりました。僕たち。では帰りましょう。はい。OK。はい、では早速購入したものをご紹介しようと思います。これが、一番最初に買ったバスク柄のカフェオレボール。これはこのベアルンっていうのかしら、ちょっといつも調べようと思って忘れちゃうんですけど、このところからのものですね。で、中も外も状態なかなか悪くないのですが、ちょっとここ一箇所だけひびが入っちゃっているので、まあ、それだけ少し残念ですが、まあ、でも基本的にはなかなか悪くなかったかなと思っています。で、ずっと前から欲しいなと思っていたこのジアンのお皿を2つ思い切って買いました。で、最初にまず買ったのがこれ、こっち、まず買ったっていうか一緒に買ったけど、これやっぱり飾り皿なので、ここに穴が開いておりますね。で、こうやってこう引っ掛けてできると。で、ジアンと書いてありますね。多分これ綺麗だね、すごくね。うん、綺麗。結構ね、こういうところにこうやってピロってあったら素敵かもしれないわという感じのお皿と、こっちはもう普通に使うお皿なんじゃないかと思われるけど、お皿っていうかなんか違う小物入れとかかもしれないね。これだとこれはジアンの同じ柄のやつの四角いお皿バージョンと、そっちもすごいコンディションもよく綺麗なので、すごく嬉しく買ってよかったなという感じですね。これがまずお皿でしょ。で、この足置きも買いました。これなんかこんな模様も描いてあって可愛くて、まあまだ何に使うか分かりませんが、踏み台、ちょっとした踏み台にも使いやすいし、この上になんか植木とか置いても可愛いかなと思っています。こんな感じ、後ろ側は。はい、よいしょ。じゃあこれこっちに置いて、でもう一個はこれね、本日の一番高かった買い物。でもすごいこれなんかこうしっかりしてるし、すごくいい感じの佇まいで、まあ、ちょっと決して安くはなかったけど買ってよかったね、うん、うん。そしてソファーの横にもサイズ的にもぴったりだったからベストな感じであります。で、ついでにですね、ちょっとこの飲みの市で買ったわけじゃないんですけど、最近買った古いものもついでにご紹介しようと思います。まずこれとこれ、うちの近所のフリマで買いました。これはコンポティエじゃなくて、なんだっけ、コンポティエだともうちょっと背が高いんだった気がするんだけれど、これも足がついているやつで、で、これはあのロンウィーってとこのやつですね。で、ここがねちょっとだけジップしてるけど、まあでも状態はそんな悪くなく、ここが削られてるよってツーさんが言ったからすごい安くしてくれてお得に買いました。で、これはソース入れですね。これはですね、ヴィレロイ・ボッホのやつだったんですけど、ここもすごい安く買いました。2ユーロとか、そう、そんな感じだよね。これもなんかね、ちょっとこうモダンな感じで可愛いから、なんかいろいろ使えそうで買えてよかったなっていう感じで、これがまずうちの近所で買ったもので、これもね買って、これはクリスタルのフルートシャンパングラス、
こういうのをずっと欲しいなと思っていて、うちねシャンパングラスが揃ってなかったから、うん、ブロカントのポップアップをされている人のところに友達がやっているよっていうことで誘ってくれて一緒に行って見つけたもの、すごい綺麗だし、やっとなんか揃ってこれでお客様がいらしても大丈夫っていうことで6脚セットでドーンと買ってしまいました。で最後にこれ、これはブロカントのプロのお友達から買ったハナリムっていう、こう人気のねデザインの長細いお皿ですね。これサルグミンのやつ。これはすごいね、なかなかこう手に入らないから、こう安全に状態もよく、すごいお友達がこれあるよっていうことで買わせてもらいました。2枚揃っていて、なのでツーさんと魚を食べたりするのにもいいかなっていうね。すごく綺麗で買えてよかった。結構すでに活躍しております。今回もいろいろ買いましたね。今回はそんな買ってないよ、ちょっとずついっぱい買ってるそうね、はい、うん、まあでもいろいろいいものが買えてよかったです。はい、また次回お会いしましょう。さよなら。